ハニッチェチャンネルプレゼンツ大下幸太のトライアル&エラー。皆様トラッチュータイガーキスこと大下幸太です。うわエロい、はい、お名前まだ言ってないですよあはい、ヨッシーこと津島よしのりです。はいということで、はい、今回は、ラジオの方だけではお伝えできないんですけれども、ね、浴衣ジンベエデーということで。そうです、私が浴衣、小谷浴衣、その他の雑兵はジンベエと。ちょい同じチームでしょ。何増票雑兵させまあ、ねまあ、ということで今回、ちょっと夏らしくそうね、涼しげにやっていこうと思います、ね。行きましょう。そう嬉しいよ。なんでしょう。あのね、とうとうリスナーの方からふつおたをいただきました。やった、早速読んでいきたいと思います。はい、はい、あさぴーさんからいただきました。ありがとうございます、はい、トライラーちゃんとチェックしてますよ。ありがとうございます。ノーパンの曲が初披露されてましたね。次回はお二人もぜひノーパン放送お願いします。次回配信も楽しみにしております。それではということですけども、完全にこれ俺とオッキーを対象としたメールですよね確かノーパンは言いましたが、言ってたね。いやまあでもこうやってね、ダイレクトに何でしょう、メールとか反応が返ってくるとやっぱ嬉しいもんですね。嬉しいですね本当に。これからもバンバンこういったメール募集してますので、ぜひよろしくお願いします。ということでこれからのお時間楽しんでいきましょう。はい、トライアル&エラー。この番組はスターローズレーベルの提供、メディアクリエイターポイントピクチャーズの協力で 84.0MHz 中央 FM でお送りします。Let's jump with the sun 支えてくれる仲間と励まし合ったり Let's jump with the sun 手にするチャンス掴み取ろうきっと。さて、はい、今宵も花街へ参ろうぞ。どこの遊び人ですか困るそんなことじゃもう、まああれですよ。何ですか。全然話が飛ぶっていうか全然変わるんですけど、僕たち差し迫って9月の23日に、はい、キラキラスパイスと僕たちのトライアル&エラーの合同ライブイベントがあります。恵比寿ライブゲートさんでありますね。まあ結構もう日にちは差し迫ってるんですけど、まあ歌ありトークありということなので、なんかね面白いことをどうせならやりたいです。ああそうね、やりたいね。何やる。俺としてはやっぱせっかく来てくれるから会場の方を巻き込んでなんかできたらなとは思うんだけど。ああ巻き込み型。もうステージ上げちゃうお客さんをみんなで24時間テレビのサライを歌うみたいなさくらみたいな。分かんない人どうすんだろうな。あ、そうね、うん、まあだから俺そういう感じで、うん、そうノリ大事、ノリね、ノリ大丈夫、まあ、大丈夫じゃない、大丈夫、ノリ大丈夫、俺たち大丈夫、大丈夫、うん、大丈夫、やってこう、いけます、楽しくやってこう、いきましょう、いきましょう、うん、うん、よし、なんかやりたいこととかある？やりたいことね、トーク、うん、何あると、ダンスやるでしょ、トークやって、ね、歌やるでしょ、うん、ミニゲーム、いやー何あるかな、やりたいこと、とりあえずね、うん、まあ歌いたいです。あ、歌いたいです。歌いたいです。歌います。ちゃんと歌いますから、はい、安心してください。あ、はい、そうですね。それぞれソロなんかもあったりするのかな？予定。うん、もうね、ぶっちゃけね、僕たち初めてじゃないですか。うん、そうね。ライブ自体が、うん、もう結構トークショー的なのはね、うん、僕は何回か出させていただいてるんですけども。ライブは本当に人の前で歌うっていうのが本当に初めてなので、そうだよね、うん、僕たちのレッドシャンスウィザーワスタンスも、うんうん、そこでフルバージョンを生で初公開、ダンス付きで、うん、もう先が思いやられるんですわ私そうだね、今ね、この時点で言っとくけど、うん、完成してねえからね、ダンスイエス本当に大丈夫かなって本当俺たちに言う言葉だよねまあやっていきましょう、うん、だってさ、うん、うん、聞いてくれます皆さん、集まり悪いんだ俺たち仲はいいが、集まり悪い、なんだこの怠惰な連中はっていうねまあ各僕が多分一番悪いんですけど、いやそんなことない、そうだよ、そういう時こそリーダーがしっかりしてくれねえと、いや一応招集かけるよ、うん、かけます、今までそんなメール一回も来てませんけど、あれなかったっけ？来てませんけど、マジどういうこと、リーダーだから俺そんなことばっかり、違う、そんなんだから俺ずっと花町に出かけてんだよ遊び行ってるだけ、遊郭で遊び回ってるんですよ私は。いや違うんだって、何がしてるんだけど、うん、多分違うメールにすり替わってんだ、それ違うメールにすり替わってる、うん、ほう、例えばなんだろう、何メール送った俺さ、そもそも俺宛てへのメールを誰がどう何こう操作するの、ドコモかNTT ですかあ、そっち行っちゃう、怒られちゃう、こんなこと言ってたらいや、そんなことないですよ、うん、ただ単に僕たちの協調性というものがあまりないだけなのでまあこう言っちゃなんだけど、4人組のユニットとしてやってはいますが、うん、誰一人本当に協調性というものがありませんよね。いやでもやるときはやりますよ、僕やるときはやりますよ、それはもちろん、yes、だから、うん、923のライブも今はこんなこと言ってるけど、うん、本番当日はビシッと決めますんで、うん、ぜひそこはお楽しみにしていただきたいと思うんですが、今はまだ不安要素しか俺にはない、はい、そうだね、うん、俺もそうだ、笑ってんじゃないよリーダー、あなたが一番しっかりしてくれないと僕たちがどうにもなんないんだよ、申し訳ないです、そんなこと言ってるわけじゃない、そこは違う、そんなさ、だから、うん、申し訳ないですとか言ってなくて、うん、なんて言えばいいの、俺に任せとけぐらい言えないの、そんな気がいないの、あなた本当にリーダーですか？I'm leader、 俺に任せろ、すべてを。うわ、不安しか出てこねえ、どうしようあなたが言うって言ったんじゃないの、もうリーダー総選挙しちゃう、うん、嘘、どこぞの秋葉さんみたいにここでまあね、全然リーダーらしいこともしてなくて、そうそう、だからこの何回か放送を重ねてますが、うん、2桁に近いのか、2桁なんかちょうど2桁か、うん、かな、10回目なのに、うん、このまとめれてない感、まあ、メインをやってる俺が言うのもなんだけどね、そう言うてもこの番組コータリンの番組だから、バカ野郎俺は一人じゃ生きていけねえんだよそれを陰から支えてくれるのがリーダーの縁の下の力持ち、そう見えないところで僕はやってるんです、実は。はい、わかりましたスルーされちゃったまあね、だから本当にちょっとライブの話に戻ると、うんうん、まあお客さんも一緒にね、うん、楽しんでやっていって、うん、なんかそうだね、やっぱ一番大事なのはトーク部分かな、うん、トーク、ね、言うても僕たち声優なんで、うん、ちゃんとトークもできて、うん、楽しませてっていう話なんですよ。そう声優らしいところを見せていきましょう、うん、ということはまあそうだね、トークをね、うん、やる上で何が大切かっていうと、僕声優なんですけど、うん、全然滑舌悪いのでたまに何言ってるのかわからないことがあるんですよねそうかな、うん、特訓はしてるんですけどね、してるなので、うん、後半はそこら辺の僕たちの滑舌力というか声優としての基本の能力をね、基本スペックをちょっと審査していこうかなと思います。あ、本当に？うん、もちろんスペシャル審査員も用意してますよ。うなじが綺麗なあの方、また大体笑いますけどね、浴衣の可愛い、うん、僕たちの大先輩が来てしまいます。来ていただきますので、ぜひ後半もお楽しみにということで、ここで1曲、曲をご紹介したいと思います。はい、ミュージックにですね、こちらの方はね、リリカさんで月光君恋し夜ですね。どうぞ。